コンパクトなザック特集していきます。イエイ、まあ、十分ショートレスだったらいけますよね。背負ったまま肩越しにこう手を回してシェルとかを取り出せたり、入れようと思えば5リットル以上入るんじゃないかなっていう感じ。そうですね、はい、こんにちは、スポーツ MC の岡田です。トリッパーズの友永です。土地下にあるトレーラーニング専門店トリッパーズからお届けしていきたいと思います。友永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はザック特集、はい、ザックお届けしていきます。ただ今までやっていなかった、はい、ロードとかショートレースにおすすめな、はい、コンパクトなザック特集していきます。イエイ。ちっちゃ ちっちゃめ、意外とやってなかった。やってなかった、ね、だいたい大きいやつ。そう、10リットルぐらいがやっぱ使いやすいっていうのもあって、うん、割とその辺をメインに紹介してきたんですけど。そうですね、はい、こんだけやってきてやっと忘れてましたね。そうですね、盲点でしたね我々も。だってトリッパーズも、はい、もう壁ねブワーっとザックあって、何種類ですか。もう20、30ってはい、いろんな容量、いろんなブランドがありますけ ありますけど、ね、その中でも今回は、はい、まあ、コンパクトなものに絞ってお届けをしていくということなんですけど、はい、結構やっぱ10リットル前後のザックをね、トレイルランナーとか帰宅ランする方、持ってる方多いと思うんですけど、はい、このちっちゃいザックってどんな用途で使っていけるものになるんですか。はい、まあ、トレイランだとショートレース、うん、装備そんな多くない時、あとは荷物を駅に預けて、はい、もう本当に身軽で短い時間サクッと走るような時とかって感じですかね、はい、あとは給水と必要最低限の補給と、まあ、シェル入れるとか ね、 そうですね、コンパクトな感じ、はい、それくらいであれば5リットル未満で済むので、うん、そういった時のトレラン、はい、あとはランニングでもウルトラマラソンとか、はいはい、長時間のトレーニングでももちろん使えますし、そう、ね、いろいろ活躍の場はあると思います。確かに、はい、あのウルトラマラソンってなると途端にザックを背負って、はい、給水給食を持って走る方がロードでもやっぱり増えると思いますんで、はい、そういう方の、ね、参考にもなると思うので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、今回紹介するのが4つ、はい、4つです、はい、まずどんなラインナップでいきましょうか、はい、まずサロモンのアクティブスキン4、ほう、うわすごいわ、アクティブスキンの、まあ、4リットル、はい、続いてが、はい、インスティンクトのアンビジョン 4.5リッター、 4.5リッター、はい、続いて、パタゴニアのスロープランナーベスト、はい、3リッターですね、はい、パタゴニア、そして、はい、激チーチェーノもある、はいはい、サロモンのパルス2、つまり2ってことですね、です2リッター、っていうのをご紹介していきたいと、はい、じゃあ早速1つ目、はい、サロモンのアクティブスキン4、4リットル、はい、4リットル、なんかやっぱサロモンといえばいろんなね、このアクティブスキンもいろんなリットルというか容量ありますけど、はい、そうですね、これはどんな感じの仕様になってるんでしょうか、はい、アクティブスキンは4、8、12って3種類あって、基本的にシンプルな構造で、はい、フラスクもついてて、めちゃめちゃコスパがいい、うんうん、大人気モデルです。これちなみにも価格から聞いていいですか、はい、1,890円です。ほー、ちゃんとフラスク 500ml のフラスクが2本セットになって、うん、この値段ですから、なんかもう始めるのにはここからっていう感じもしますよね、はい、そうですね、非常に魅力的なザックですよね。前に500が2本入って、大きいポケット左右あって、うん、ファスナーもこっち側にあるので、スマホとか落としたくないものも入れられます。すごい、はい、で後ろはメインファスナーで、はい、まあ、4リットルなんで当然あんま大きくはないですけど、うんうん、さっき言ったような救急セットだったりシェルとかぐらいは全然入ります、うん、であとはハイドレーションも入るようにはなっているので、ははは、まあ、十分ショートレースだったらいけますよね。そうですね、あと、はい、これなんかちょっと身軽な普段のトレイルランニング、ちょっと練習そこまでって言ってね、はい、2、30キロ走るのには全然これでいいです ね、特に夏場だったらね、そんな防寒具もいらない時期だったらこれで収まっちゃいますし、しかも1800円でしょ。そう、これ買えばよかったこれで練習すればよかった、はい、シンプルな分背負ったまま使える背中のポケットはない。あー、そういうことですね、だから10リットルとかだとここにこうメッシュがあったりするっていうギミックありますけど、はい、ここはないんですけどね、うん、ただまあなくても短い距離とかだったらそんなに使わなかったりもするし十分、はい、何よりもこの価格、そうですね、メッシュの構造とかもすごいシンプルですね。そうですね、作りが、はい、小型ザックのベーシックなものって感じですか。そうですね、ベーシックな感じで使いやすいと思います、うん、はい、続いて2つ目、はい、インスティンクトのアンビジョン 4.5 リッターです。おーい、まあ、インスティンクトにもこのサイズがあるってことですね、はい、形状がかなり独特な、確かにグイッと背中削られてて、ちょっと待ってください、これそこを背中に荷物を入れたいところですが、はい、そこに入るんですか。一応ね、入るんです。う、細長いものはちゃんとこうこの下まで入るようになってるんですけど、ほう、まあ、多分メインで使うのはこの上のポケット、うんうんうん、あと下のポケットって感じになるんじゃないのかなと思うんですけど、一応このね形状で全部収納にはなってます。え、ちょっと待って、どういうこと、はい、上下、はい、上下、真ん中のとこも収納になってて、あ、内側にワンレイヤーあるのか。あるんです。あ、
内側にワンレイヤー、はい、この今友永さんが腕入れてるところと僕が今手入れてるここと、はい、ここに、はい、じゃあ3つのポケットになってるっていう ね、はい、後ろの背面が、はい、前は結構大きめの 600ml のフラスクとかも入るちょっと大きめのボトルポケットが上にあって、はいはい、下に22メッシュポケット、こっちはファスナーのポケットプラス外ポケット、結構ポケットがいっぱいある。すごいですね。でもやっぱこれ作りがシンプルだから、はい、なんか物を整理するのもしやすい気がする、はい、左がファスナー、そう左ファスナーあります。スマホも入れられます。いいですね。うん、でこれは形状も特徴的で面白いんですけど、うん、ここが背負ったまま肩越しにこう手を回してシェルとかを取り出せたり結構便利かなと思います。あとはですねポールが付けられるコードが付いてたり後ろに、はい、脇でフィット感調整できるような仕様になってます。やっぱこの辺がインスティンクトっぽい感じです ね、うん、ですね。なんかちょっとこうロックな感じがするっていうかかっこいいですよね。やっぱインスティンクトね、ハードロックな感じがするっていうかね。デザインももう一目でインスティンクトだっていう。わかる。徐々に使ってる方ね増えてきてますよね。増えてきてる、はい。これでも結構使いやすそうですね。インスティンクトの中でもシンプルだし。そう。やっぱね夏場は背中なるべく覆いたくないんで。わかる。なるべくこうね少ない面積で行きたいですね。行きたい。これだいぶ変わりますよね。はい、そうです。おお。これはまたちょっと雰囲気的には価格が。はい、僕は高いんじゃないかなと思いますけど、はい、14,300円です。お14,300円か、まあ、フラスクはついてないんですけど、まあでもまあまあ、まあ、いいんじゃないですかね。結構そういう意味だと、はい、人によっては割ともうちょっと距離を行けたりとかするようなものになってるんじゃないかな、はい、そうですね、はいはい、インスティンクトありがとうございます。続いて3つ目、はい、パタゴニアのスロープランナーベストです。来ましたパタゴニアのベスト、はい、3リットルビジュアルもやっぱパタゴニアって感じで、パタゴニアって感じなんかシンプルで、はい、色がいいですよね。色がいい、これがねパタゴニアっぽい、はい、で定番のもう商品なんですけどパタゴニアのベスト、はい、シーズンで結構色が変わってくるんですけど、うんうん、今シーズン色がいいですね。個人的にはめちゃめちゃ好きなんですから、なんていうんだろう、緑グレーっぽい緑っていうかね、そう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 感じですけど、はい、これどんな特徴が、はいはい、これはフラスクがついてます。500のフラスクが2本前に大きいポケットが左右あります、はい、後ろがファスナーの収納があってすごく大きい。えなんかあの背負ったまま使える収納がすごく大きいのが特徴です。でハイドレーションも入るんですよ。もっとありそうです、ね、もっと入りそうなんですよ、うんうん、入れようと思えば5リットル以上入るんじゃないかなっていう感じ。そうですね、はい、でなんかすごくシンプルなんですよね。前にボトル、ポケット、後ろの大きい収納、うん、トレーラーだと必形品ここに収めてシェルとかここ入れて前にジェルとかスマホ突っ込んで、お確かに使い方がすごくイメージしやすい。しかも左右対称みたいな感じですね、はい、そうですね。へで、あとは肩にこう荷物を引き寄せられるコードがついているんですね。これかそういうことか、背負った時にそうそうそうグイッと寄せつける、揺れを抑えられるようなやつ、うんうんうん、その辺もよくできてるし、うん、これもポールがちゃんとつけられます。ここに、はい、後ろ前にもつけられるし、ここにも、ね、はい、横にも前後好きな方につけられる。でメッシュも汗とかを含みにくい素材を使っているので重くなりにくいですし、背面のメッシュですね、はい、そうですね、ここシャリシャリしてる感じの、はい、いいですね。おすすめです。ちなみに、はい、ちょろちょろちょろ、はい、フラスクにパタゴニア、パタゴニア好きにはかっこよい、たまらない、たまらないやつですね。パタゴニアプライスなんじゃないですか、はい、これ、はい、お値段は 24,200円です。ほう、ちょっと、まあね、何の拍手かわからない何の拍手かわからないまあちょっと今までの流れからちょっと高いけど、まあフラスクもついてるし、うん、そうですね、はい、でもね、いいんじゃないですか、うん、そうですね、かっこいいし、富士100以前優勝してるあのパタゴニアのアスリートの西村さんとかもこれ背負って富士優勝したりする。へえ、まあ、トップランナーが使ってるっていう仕様になってるということですね、はい、これだいぶ幅広く使えるんじゃないですか。そういけると思います。トレランショートレースだったら大体これでいけちゃう、ショートミドルぐらいまで全然いけそうですけどね、はい、トレランはもちろんですけど、うん、これもウルトラマラソンとかも含めて、はい、いいと思います。はい、わありがとうございます。4つ目、サロモンのパルス2、パルス2セット。いや友永さん、はい、これメンズなんですよね、はい、めちゃんこちっちゃい、なんか子供用みたいな、子供用ザック出てきたみたいな仕様になってて、はい、本当ですかって感じなんですけど、そう面白いですよね、これ面白い。これどんなザックですか、はい、まあ2リットルってことですけど、はい、これ2リットルで 250ml のフラスクが2本、そういうこと、500じゃないちっちゃいのがついてる、はあはあ、はい、で前にボトル2本、ファスナーの収納が左右にあります。ボトル、はい、ファスナー、で背中の上の方にポケットが1個あって、これも
肩越しにテーマしてシェルとかこうさっと引き出したりみたいな。手のひらサイズのものがシェル入れるフラスクで 500ml の250-250 があるファスナーがあるからスマホ補給食みたいな、はいはい、ただねスマホはねミニマル大きいやつはね入んない、はい、僕のが iPhone15 なんですけど、はい、ギリギリです。あーでも iPhone15 入りゃ伸びるんで。あ確かに結構伸びる今入るんですけど、プロとかとか MAX とか MAX 系は入らない、はい、あとはケースでかいとちょっと厳しいかもしれないんですけど。そうですね。だまあスマホが入っちゃえば、うん、もうボトル入って反対側にジェルとか入れれば全然使えるんですけど、僕がこれ良さそうだなと思うのはやっぱウルトラマラソンとか。あウルトラいいですね、はい、フルマラソンとかでもいいかもしれないですね。そういった場合って、まあ、ボトル持ちたい、うん、でもウエストだと嫌だしみたいになったりする。でもザックでしょいたいけど、なんかなかなかいいサイズがないみたいな。 そんなに持たないじゃないですか。持たない。ちょっとしたものが水とジェルとかちょっとした、まあ、ジャケット1枚持てれば十分。500ミリあればロードの、ね、ウルトラだったら500ミリあれば補給水がすぐ来ると思うんですけど ね。だいたい一般的なこういうベストって500が2本入って1リットル持てるんで、それはいいんですけど、です逆にこうそんなにいらないよみたいになるじゃないですか、うん、1リットルまた重いし重い。500でいいやってなってボトル1本にしたらちょっと片側だけ確かにってなるんで、これ250でちょっとこうスペシャルドリンク的なやつと水とかちょっとずつ持てるみたいな。これは面白いですね、はい、本当トレランのショートレースか、はい、このウルトラマラソンでフルでもちょっと背負いたい人とかはすごく使いやすい、うん、いいね、はい、これは尖った製品ですね。面白いです。ただこれは尖ってるだけあってそのニーズがありそうですよ。すごい前が1個もう、あ前が1個前が1個。そういう意味だと普通のザックってこうなんかボトルがこうまっすぐ来てちゃんとベスト型になりますけど、はい、なんかえブラつけましたぐらいの感じですよねなんか本当に、あそうそうそう、わかります。これすごいわ。まあそりゃもうなんかこれぞベストって感じですね、はい、で斜めになってこう斜めでこうやって入ってくる。わあなるほどね。これ面白い。面白いですよね、うん、あんまないないですね。これはこれで逆に用途がありそうな感じがしますけど、うん、面白い、はい、こちらは価格がおいくらでしょうか、はい、9900円です。おついに渋沢でお釣りがするというやつですね。もう今回4つご紹介いただきましたけど、やっぱそれぞれの形それぞれの良さいっぱいあったなっていう感じがしましたけど、どうですか改めてご紹介してみて。ザックマニアいろいろそれぞれのブランドの特徴があって、わかる。どれがおすすめかって本当にまあ人それぞれポイントが変わってくると思うんですけど、うん、そうですね。いろいろあるんで価格、見た目、はい、機能、背負い心地、はい、欲しい容量、はい、これはまあこの辺なんかもね、そうロードランナーの方とかいいんじゃないですか。普段の練習にも使えますし、そうそう、もう山行かないんだけどなみたいな方もぜひ試してほしいね、はい、いいですね。ぜひ参考にしていただければと思います。ということで友達さんありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆さんぜひまたレビューしていただきたいアイテムとかこんなの教えてっていうのがあればぜひコメント欄でお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる。貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なランニングライフを。